小坂は、大阪府東大阪市の旧地域名。大ね東大阪市立小坂中学校の学区に、あたる。本校では、大ね同地域にあった、中郷地群、小坂町についても述べる。大ね小坂、小坂本町、下、小坂、中小坂、宝餅、上小坂、西上小坂、東上、小坂、新上小坂、南上小坂の各町長に相当する。 東大阪市中西部、近鉄奈良線と長瀬川、旧大阪中央環状線に囲まれた地域とその周辺に該当する。川地国は海軍に属し、旧宝寺川と楠す川に挟まれた定地であり、農業が盛んであったが、上流域における洪水の影響を幾度も受けている。中世においては、周囲の村々は戦乱に巻き込まれているものの、この辺りは、 戦乱の影響を直接受けなかったとされる。協議の小坂地域としては、旧和海軍へ、小坂村の地域イコール現在の近鉄河地、小坂駅から八戸の里駅にかけての周囲一帯となるが、自治体成立以降の小坂村としては、八重の里駅南側の広い地域を含んでいる。南端は、長瀬駅の近くや、金物団地の近くに及ぶ。 鉄道駅周辺や主要地方道地いに大きめの商業施設が多いが、おおむね商業地と住宅地が混在している。地域内は工場は少ない。なお、近畿大学本部の立地する小赤五地区は旧三戸村の地域である。おおむね市町村制施行前の下小坂村だった地域。旧村落の中心地は下小坂1から3丁目あたり。地域内の東側。 近鉄愛の里駅周辺は俗に、八戸の里と呼ばれるが地名としては存在しない。主な施設、旧石下、小坂地区の南に位置し、旧中、小坂村だった地域。主な施設、旧石近畿大学附属小学校は2010年に、奈良県奈良市綾目池に移転。跡地は満大になった。中小坂地区の南東に位置し、旧宝物村だった地域。 宝餅交差点で、旧大阪中央環状線と、不動大阪東大阪線が交わる。主な施設、旧石中、小阪地区の南西、宝餅地区のさらに南に位置し、旧城、小阪村だった地域。主な施設、旧石小阪町に関するカテゴリー、小阪村に関するカテゴリー。ありがとうございます。